新年明けましておめでとうございます市民の皆様におかれましては平成31年の新春をお健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます皆様には市政の推進に格別なるご支援とご協力を賜っておりますことにこの場をお借りしまして改めまして御礼を申し上げますさて市民の皆様とともに策定し 平成28年度から運用を始めました今後12年間にわたる市の指針となる第5次基本構想市が目指す将来像として住みたい行きたい帰ってきたい町小諸の実現のため平成31年度までの前期4年間に行うべき具体的施策を示した第10次基本計画に基づき昨年もさまざまな取り組みを進めてまいりました。 本年も第5次基本構想の実現に向けて「小諸に元気と誇りを取り戻す」を合言葉に誠心誠意市政運営に努めてまいりますので市民の皆様には引き続きご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。それでは新年にあたり現在小諸市が取り組んでいるさまざまな事業を通して昨年を少し振り返ってみたいと思います。 初めに、まづくりりであります。昨年9月には多極ネットワーク型コンパクトシティによるまちづくりを推進するため福祉や子育てに関する施設また商業施設や公共交通ターミナル公共駐車場からなる複合施設の整備とより利便性の高いまちづくりを進めるための 公共交通ネットワークの強化を含めたたた計画といししました市民の皆様には計画の策定にあたり市民説明会をはじめパブリックコメント等を通じまして多くのご意見やご要望をいただきましたことに改めて感謝を申し上げますとともに市内全域にわたるメリットある取り組みとして平成32年末の完成を目指し事業を進めてまいります。続きまして 観光分野であります小室を代表する観光地の一つである浅間山が8月末には噴火警戒レベルが2から1へ引き下げられ雄大な自然遺産を心行くまで堪能できるようになりましたまた高峰高原を拠点に恵まれた自然環境を生かした浅間山陸高地トレーニングエリアもさらに多くの競技団体や トトップアスリートに活用ししていたただきました日本トライアスロン連合の女子ナショナルチームまた東海大学日本体育大学そして先月,先月の都大路で行われた全国高校駅伝において見事2年連続準優勝を成し遂げた長野東高校女子駅伝部そして第5位の佐久長聖高校 駅伝部といったいずれも競合チームにもトレーニング市として継続してお越しいただきました今後も市民の皆様の健康増進やスポーツ振興さらに地域経済への波及も視野に関係団体との連携を進めてまいりたいと考えておりますまた平成二十九年四月から営業を開始した一般社団法人 小諸観光局では徐々にではありますが着地型あるいは体験型旅行商品の開発販売が行われましたその一例として西小諸活性化施設三原市交流館を活用しそば打ちや味噌づくり体験北国街道街歩きなどを組み合わせた商品も首都圏の方々を中心にご,ご好評をいただいておりますこの 小室観光局は宿泊観光に携わる事業者だけでなく農商工業あるいは市民団体意欲ある市民など多種多様な皆様の参画によるオール小諸の体制により小諸市を訪れるお客様に素晴らしい資源を体感していただける仕組みづくりを行う組織でありますので今後も日本人に向けた 旅行商品の造成はもちろん二千二十年の東京オリンピック・パラリンピックを控え海外旅行者の入り込みも本格化してまいりますので小諸の歴史や文化さらには自然を活用した旅行商品作りにご尽力いただけるものと大いに期待をしているところでございます続きまして農業分野であります小諸が要する数多くの魅力を 小諸ブランドとしてブラッシュアップし広く発信していくため小諸産農産物のブランド化を目的とした小諸アグリシフトの取り組みを継続ししてきました。これは農産物が育つ土に着目し土壌に含まれる微生物の動きが活発な土地で育った小諸の農産物という付加価値をつけることにより小諸のファンになっていただき小諸産の 農産物をを継続ししてて選んでいただくことと目的としております土壌微生物の多様性と活性値に基づく栽培基準づくりを行う前提としてまずは現在の土壌の状態を知るため一昨年から農地の土壌診断を開始いたしました一昨年は20検体昨年は約50検体の診断を行いました 土壌微生物の多様性活性値を目安として 1cm あたりに存在する微生物の活動数が100万以上が豊かな土壌農産物が大変おいしいと定義されており診断の結果小諸の土壌は100万から130万多いところでは180万もの微生物が存在していることが明らかになりました。 これら農産物に限らず小室市が誇る売価教育や文化・歴史・商工業医療福祉などなど分野を問わずブランド化を進めてまいりたいと考えておりますまた昨年十一月に岐阜県高山市で開催されました第二十回米食味分析鑑定コンクール国際大会では山浦の 清水誠さんが営むサクサク農園が出品したコシヒカリが認定農業者部門で金賞に輝くという嬉しいニュースもございましたこのコンクールでは3年前にも誠さんのお父様の貴久様も金賞を受賞されておりその時は大手精米機メーカーから世界最高米として販売された実績もございます。今回の受賞は 市内の農業者の方々の弾みになるとともに2021年には小諸市を会場に国際大会を開催することになっておりますので今後も多くの農家の皆様にチャレンジしていただき盛り上げていただきたいと考えております。続いて産業分野でです我がが国では人口減少が急速に進み 移住・定住者の確保に向けた取り組みは本市に限らず全国の自治体におおける最重要課題となっておりますしかし一言で人口減少の抑止対策また移住定住者の確保対策と申しましてもその分野は結婚から出産教育から雇用の場の確保など 多岐にわたたる幅広い分野を包括した取りり組みが必要となっております現在小諸市では所管する部門を中心に移住・定住者の確保また企業誘致に向けた取り組みを町内横断的に進めているところですが中でも定住促進に向けた事業としましては市内東南部を中心に宅地開発支援を進めまた企業誘致に関しては 雇用の場の確保と税収入の増を目的として新たな産業団地を確保すべく専門業者に委託し調査を進めているところでありますそれに関連しまして昨年10月10日から14日にかけて小諸市ベトナム経済企業産業団地調査事業の一員としてベトナムを訪問してまいりました現地到着後 日本貿易振興機構ジェトロ・ホーチミン事務所を訪問しベトナム全体の政治経済状況などをお聞きした上でホーチミン日本商工会を訪問工業展示会の視察日本からの進出企業の視察そしてビンズン省政府の表敬訪問大規模産業団地の視察そして ホーチミン工科大学を訪問いたしましたホーチミン工科大学では経済発展につながる技術支援人材交流を奨励するための情報と人材を共有することにより可能な限り協力する旨を包括的な覚書として締結することができましたこの覚書は今は小さな一歩かもしれませんが小室市における 今後のの人人材材育成・成誘致ににととってて大きな成果につながるるものであると確信をしております今回の訪問を通じ改めて「百分は一件にしかず」を痛感するとともに今後小諸市における産業団地造成を進めていく上で国内進出を目指す企業をはじめ対日投資に意欲がある外国籍企業のニーズや 業種などの基礎資料の収集・分析が不可欠であることそして産業団地の造成にとどまらずそこで働く人々の暮らしをも含めた総括的な計画が必要であることも強く感じたところでありますまたベトナム視察前の10月4日には経済産業省と日本貿易振興機構ジェトロによる 地域への対日直接投資サポートプログラムの支援対象が発表され。選定された全国二十四の自治体の中に小諸市も選ばれました。都道府県では九つ。市レベルでは仙台、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸。福岡、筑波をはじめ。十五の自治体が選定されましたが。その中で小規模な。 一地方都市である小室市が選ばれた要因の一つとして首都圏からの良好なアクセスや軽井沢との近接性を生かしたサテライトオフィスの設置を推進していることが挙げられております小室市ではこの支援プログラムを有効に活用し国内外の企業によるサテライトオフィスの誘致やテレワークの推進も進めていきたいと考えております このように地域の特色を生かして外国企業の誘致を戦略的に進めていくためのサポート体制も整い始めておりますのでこのサポートプログラムを有効に活用し経産省 JETRO のご支援もいただきながらタイミングを逸することなく産業団地造成の計画策定を進めてまいりたいと考えております。続いて 子ども若者の活躍であります人口減少少子高齢化の推進により小諸市も含めた基礎自治体を取り巻く環境はますます厳しい状況に立たされておりますそのような中これからの小諸市を担う子どもや若者に自分の暮らす小諸に愛着と誇りを持ってほしいと願い一昨年に引き続き継続した取り組みを行いました まずは首都圏を中心とした大学生の企画運営により第2回小諸映画祭が開催されたほか「音楽の街小諸」を目指す取り組みの一環として一昨年から開始した児童・生徒を対象とした「音楽の街小諸作曲コンクール」も第2回を開催することができました。 小室高校音楽科の2年生の山崎みのりさんの作品「夕日がにじむ時計」は1月1日から夕方5時の防災行政無線のサインメロディとして市内に流れます。昨年1年間防災無線を通じて皆様にお届けした市内の小学生が作曲した「明るい一日」と同様これから1年間 夕日がにじむ時計を親しみいただけたらと思いますそして一月には子ども音楽コンクールにおいて野木小学校の管楽部と南川小学校の合唱部が日本一となる文部科学大臣賞をダブル受賞するという会期もありました一つの自治体で同時に二つの日本一に輝くことは本当に珍しくとても嬉しい出来事でありました このほかにも新たな取り組みとして小諸での起業や新規事業を立ち上げるなど夢を抱く若い世代の夢を語りその実現をみんなで応援するプログラムみんなの夢アワード in 小諸を開催いたしましま地方都市では全国2か所目のとなる開催でありましたが選考を経てファイナリストとして出場した 7人の皆さんには、いずれも大きな夢をお持ちであり、その実現のためのプレゼンテーションは、本当に素晴らしい内容で、多くの方々の共感を得るものでありました。これらの取り組みは、これからの小諸の明るい将来を予感させるものであり、一過性でなく、将来を担う若者や子どもたちが、自分が暮らす小諸に誇りと愛着を持てるよう、 これからも大切に育んでまた教育の分野につきましても皆様にはご心配とご迷惑をおかけしておりました野木市小学校管理棟の耐震工事が未実施であったことによる管理棟の建て替え工事も竣工し昨年末には引っ越しも完了したことからこの年明けから利用を開始いたします。 改めて市民の皆様にお詫び申し上げますとともに、今後このことことのようなことがないよう、十分に注意を払ってまいります。最後に、福祉と医療でありますが、子ども医療費の窓口無料化について、県内の他市では対象範囲を15歳までとしているところが多い中、小室市では他市に先駆けて、 対象年齢を十八歳までに拡大し実施することができましたこれらの取り組みにより子育てしやすい小諸市を目指してまいりますただいまご紹介したのは数ある取り組みの中の一部に過ぎませんしまだまだ課題もあるわけでございますが粘り強くそして市民の皆様のお力も借りながら着実に実行してまいりたいと考えております さて私が市長に就任し早くも2年9ヶ月を迎えようとしておりますが冒頭でも申し上げました通り小諸に元気と誇りを取り戻すことを念頭に日々全力で市政の運営に当たっておりますこれまでも様々な機会を通じて申し上げてまいりましたが近年の小諸には閉塞感がたい、活気が失われつつありそこに追い打ちをかけるように 急激な人口減少と超高齢社会が到来しておりますしかし幸いなことに小室市には先人たちが残してくれた誇るべき歴史や文化そして豊かな自然が残されていますそして市民の皆様の持つ力による小室の資源を生かした取り組みも年々活発になってきています これからの小諸に必要なのは、ないことを嘆くのではなく、あるものを生かすというプラスへの発想転換であると考えております。市民の皆様お一人お一人が、自ら暮らす小諸の魅力に気づき、あるものを生かすというプラスの発想転換により、心を一つにして汗を流せば、課題は一つずつ解決できると確信しております。 私もその一員としてまた市役所職員の旗振り役として本年も全力で邁進する所存でございますので市民の皆様にはなお一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます結びに市民の皆様にとりまして素晴らしい年となりますようお祈り申し上げ年頭のご挨拶といたします本年も よろしくお願い申し上げます新年明けましておめでとうございます市民の皆様におかれましては希望に満ちた平成三十一年の新春を晴れやかにお迎えのことと心からお祝いを申し上げます年頭にあたり小室審議会を代償して 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。議長の職に就き早2年、平成最後の新年を迎えることこと,となりました。就任以来、市政の進展と円滑な議会運営に魅力を捧げてまいりましたが、その間、市民皆様から寄せられました温かいご指導や、 ご向情に対し、厚く御礼を申し上げます。昨年を振り返りますと、例年にも増して、異常気象による記録的な大雨や大型台風の襲来、火山の噴火や地震などにより、全国に甚大な被害がもたらされました。とりわけ1月に発生した草津・不舎根山の噴火や、7月の西日本豪雨、 9月に発生した北海道地震は多くの犠牲者を出す結果となり改めて自然災害の脅威と防災意識を高める必要性を痛感したところであります市政におきましては複合型中心拠点誘導施設整備構想による基本計画が昨年9月に公表となり現在施設基本計画,が計画等を 業務が進められております本年度はこれらをもとに実施設計の策定に取り掛かることとなりますが市民の期待に応えられる交流拠点となるよう議会といたしましても十分注視してまいりたいと思います議会では議会運営及び議会活動に関する最高規範として議会基本条例を制定し 市民の皆様に開かれた議会行動する機会として目に見える議会の具現化に努めているところでございますがその一例として昨年の3月議会より予算決算の審議については新たに予算決算常任委員会を設置しこれまでの各常任委員会における分割審議を改め 議長を除く議員全員,に全員による一括審査方式といたしました一般質問の充実を図るため持ち時間制の検討や分かりやすい通告内容とするため通,報法の通告方法の見直し検討また情報共有の迅速化効率化及びコスト削減やペーパーレス化に対する 有効性を検証する目的で議場等への電子機器の持ち込みについての試験的運用などに取り組んでいますさらに地域課題の取り組みや近隣自治体との連携強化など山積する課題に対しても緊張感を持って理事者と議論を重ね切磋琢磨してまいりました結びに小室市第五次基本構想に定めた 小室市の将来像、住みたい行きたい帰っていきたい町小室を目指し全ての人が安全で安心して暮らせる活気あふれた高原の城下町の再生を目指し議会総力を挙げて取りり組んでまいりまいす。これからも皆様方のさらなるお力添えを賜りますようお願い申し上げますとともに。 ご多幸とご健勝を心から祈念申し上げまして私からの念頭のご挨拶といたします。